はい、こんにちは。梅です。どうもどうも。はい、皆様おかげさまで、先日ですね、こちらのディズニー梅チャンネル、なんと、5万人超えました。ありがとうございます。チャンネル登録者数5万人です。やりました。5万人ね。いやー、最後、ぶっちゃけしんどかった。はい、今この1ヶ月ですね、パークの方がね、臨時休園してるんですけども、そこでですね、最後の最後、 はい、六百人増やしました。これ、本当最後きつかった。まあ、でもね、おかげさまで五万人いきました。まずは皆様、本当に、本当に、本当にありがとうございます。はい、この五万人をね、まあ、ざっとちょっとね、振り返ってみたいと思うんですけども。はい、このディズニーメチャンネルはですね。二千十四年の十一月に始めました。もともとね、総合梅チャンネルってのあったんですけども。 そこからねディズニー要素だけを切り出して2014年の11月に本格的にもうディズニー専門チャンネルとしてスタートしましたのでそこからなんとですね5 5 5年と5ヶ月かけて、はい、5万人になりましたまあねチャンネル立ち上げてパーっていく人もいればこうコツ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 時間かかる人もいると思うんですけども まあ、俺の場合ですね、正直時間はかかりましたね。かかってますね。それでね、1万人、2万人、3万人、4万人っていうね、切りのいい数字、切りのいい取った視点をね、ちょっとね、ざっとね、振り返ってみました。それがこちらになります。はい、これを見るとですね、はじめにね、チャンネルを立ち上げて、1万人行くのにですね、なんと1年と11ヶ月、約2年かかってるんですよね。 これがねぶっっちちゃゃけめっちゃ難産でした、はい、そっからですね次の2万人がね大体、えー、いい11ヶ月で3万人が9ヶ月で4万人が10ヶ月で5万人が11ヶ月となので9ヶ月から11ヶ月で大抵てまあ1万人ずつ増えてるんですよね。なのでこれね本当の序盤の1万人がねとにかく本当にきつかったのを覚えてます。 はい、これ振り返ってみるとですね、俺がディズニーでチャンネル立ち上げた2014年で15年あたりっていうのは、もう本当にですね、顔出しでディズニーのチャンネルやる人って本当にほぼいなかったんですよね、はじめ。で、まあね、過去の動画でいろいろと言ってますので、まあ、あの、昔はこうだったって話はまあ、はしょりますけども、まあ、でもね、今見るとね、まあ、俺も5万人いて、この今2020年前半見ると、 まあ、とにかくね、やっぱディズニーネタで YouTube やる人増えましたよね。特に顔出しもね、みんなしてるし、あと顔出ししてない人もですね、こう、文字と、それから写真だけを使って、とにかくね、あの、グッズ情報とか、パークの情報とかですね、なんか、ディズニー情報局みたいな感じでですね <laughs>、あの、そういう風にね、あの、プリスリースがね、発表されたら、すぐそれって言ってね、あの、同じようにね、ニュース速やったりとか、いわゆるその、 なんかね媒体風情報メディア風にやる人もめちゃめちゃ増えてきたなっていうふうに思ってますまあでもこれはね別の動画で何度も説明してるんですけどもこのディズニーを題材にした YouTube っていうのはねこりゃ増えてくるだろうなって予想はついてましたうんやっぱりねあの YouTube って自分が楽しいと思えることを発信していった方がやっぱりモチベーションも上がるし継続できるのでそうするとやっぱり楽しいことで 動画映えしてネタがコンスタントに来てって考えていくと、まあ、やっぱりディズニーはね YouTube やる題材としてはやっぱり結構向いてるのでだからねこれはねやる人増えてくるだろうなって初めから思ってましたでまあ現にですねこのおすすめ動画っていうのを見てるとですねまあ昔はですね固定の人といいますかあのー、チャンネル主ねいわゆるその運営者っていうんですか YouTuber っていうかそのね動画を作ってる人の名前を見るとですね 同じの名前の人がねあのよく見受けられたんですけれども最近はですねなんかおすすめかもって感じでね動画上がってくるともう全然知らない見たこともないような人の動画がねおすすめで上がってくるんですよねなのでねああ本当にやる人増えたなっていうふうに思ってますはいでまあね5万人いったはいったんですけどもまあ正直ですねその伸びのスピードというかやっぱね最近本当にねちょっと俺も苦しいなって正直 思ってます。というのはですね、やっぱり今言った通り、やる人がどーんと増えてきたのと、まああとはですね、この俺がまあ、良くも悪くもね、歯切てのキャラというかね、<laughs> まあ結構ね、正直に思ったことをズバズバ言うもんだからね、まあだからこの、 ね、好き嫌いというかね、<laughs> あの、ズバーンってよくぞ言ってくれたっていう人はね、あの、気持ちいいって思うかもしれないんだけども、うわあここまで言うんだ、ないわーってね、思う人もいると思うので、まあ、良くも悪くもこの俺のキャラクターっていうのがですね、まあ、もうあちだちなんだけども、まあ、それに加えて、この最近やる人が増えてきたっていうところで、まあ、最近の美がちょっとやっぱね、鈍化してるなーっていうのは正直自分でも思ってます。なんですけども、 まあ1年かからずにね4万人から5万人ね1年かからずにはい5万人いきましたのでまあこれ一重に本当にね俺のチャンネル登録してくれてる皆様のおかげですはい本当に皆さんありがとうございますちょっとここでね5万人への道ってわけではないんですけども軽くちょっと振り返ってみましょうかはいまずですね俺がねチャンネルを2014年の11月に立ち上げてでこれね はじめの2ヶ月。ちょっとこれ見てください、この数字。これわかりますか ?11、12とですね、クリスマスね、始まって直後にやったんですけども、この2ヶ月でこのチャンネル登録者、なんと119人しかいないんですよ。2ヶ月やって119人ですよ。ただその代わりね、動画ね、まあ正直10本、20本ぐらいしか、まあ上げてませんでした、その代わり。それで、この後ですね、ちょっと見てほしいんですけども、 この時ですね、この12月にね、このミラコスタのこのビュッフェの動画を上げた後に、もう1ヶ月動画の更新をちょっとね、まあ正直実はやる気をなくしてしまって、<laughs> で翌月のね、フローズンファンタジーのイベントまで約3週間ほどですね、動画のアップがちょっとね、負けてしまってる時間がねあの、見受けられます。で、この2015年にですね、このフローズンファンタジー始まって、 で、かつですねダッフィーのイベントねスイートダッフィーが始まったのでここでダッフィーだったらい気があるだろうっていうことでダッフィー動画をちょこちょこっと上げたら結構これがねヒットしたんですねでもねこの辺でねちょこちょこっと当たったんですけどもやっぱここでねちょっとモチベーが上がんなくてくじけそうになってしまって結局この2015年の2月はねなんと動画3本しか上げてないんですねね今の更新ペースからいくと考えられないですよね しかもスイートダッフィーなんてめちゃめちゃ、ね、ネタとしてはいいでしょなのに信じられないことにですねこの辺ちょっとモチベが上がんなくってもう立ち上げたらいいんだけども11月にチャンネル始めて1212の3ヶ月ぐらいでね一生懸命動画やっても全然再生されないもんだからちょっとこれでモチベがダウンしてくじけそうに実はなってました。 でそれで3月になるんですけども3月も3月の下旬にやっぱり2本しか上げてなくって結局ね1月2月3月の3ヶ月で動画1 2 3本しか正直上げてませんでしたでこの辺でですねちょっとモチベが上がらなかったんですけども当たる動画当たらない動画っていうリサーチなんかができてきまして こここでね、これじゃいかんと思ってやっぱ4月からちゃんとやろうと思ってこの2015年の4月からはもうガツンとですね、えー、今のほぼ同じようなペースではいこれはですねこの1月2月3月のところでちょうどそのねスイートダッフィーのグッズなんかをね店舗の中からウィンドウショッピングをしてるような感じでお店の中で実際に商品触りながら こういう,ふうに、あのー、買いいに買物をね、バーチャルに買い物を楽しんでるような感じなそういうね、ウィンドウショッピングのような動画をね、ダッフィーで上げたところ結構これは評判良くてガーンと数字がいったのであなるほどこれはいけるかもしれないと思ってで、それで今度のイースターの時にはちょっと一丁やってやろうってまず思ったのが一つと、うん、で、この辺でなんとなーく分かってきたんですね。だったら、 4月から仕切り直しでちょっともう一回計画的にやってみようと思ってでそれで2015年の4月のイースター始まる時にイースターのシートランドのこのグッズこれを店舗からもうイベントの初日に合わせて全紹介してやろうと思ってここでその、まあ、俺の名物の店舗からの全紹介動画になるわけですね。 で、この辺からパターンが見えてきて、うまく回り出したって感じかな。なので、2014年の11月ぐらいにチャンネル立ち上げたはいいんだけども、全く伸びずで、うん、モチベーションも上がらなくてで、初めの3ヶ月ぐらいは本当にね、ちょっとあのー、衣はダメかもなって正直なとこありました。なんですけど、そこで分析してリサーチして、もしかしたらこうじゃないかっていうね、この試行錯誤と、 それから検証です、ね、まあトライエラーこの辺をやってもしかしたらこれいけんじゃないかっていう風うに、まあ、そこでその、まあ、伸びるコツというかこうやったらいけんじゃないかっていうのが、まあ、手探りながら分かった感じですねだからねこの初めの2ヶ月間1112それからまあ1月もかな、うん、この初めのね2ヶ月3ヶ月ぐらいね もうねどの動画もね、繊細性いかないんですよいやー、さすがにね、うん、あのテーブルにね、こうやって iPhone とか置いて、食レポとかやったりして、一生懸命やってても、うん、やっぱりね、繊細性もされないし、まあ、動画見たら友達からはね笑われるしでね、もう本当にこれ、うん、やっても線いかないって、やっぱ、相当やっぱメンタルきついですよね、初めは本当にね、悲しくなりました。 それでね、この4月のイースターでのー結構ねガツーンっていくんですけどもやっぱ6月7月は徐々にやっぱ下がっていくんですけどそれでもね夏ゆえまでコツコツとねあの辛抱強くやってましたねでこのね5月6月ぐらいでねとにかくねグッズ紹介と食レポをねガツーンともう今ぐらいのペースでどか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 上げていってで、やっとですねこの年の年7月に 1,000人行くのに8ヶ月ですよ2014年11月始めて121234567うん8ヶ月たってやっと1,000人行ったんですねいやーだから今で言うと1,000人ってあの広告収益ね、あのー、対象の人数じゃないですかだからチャンネル立ち上げて1,000人行くのにはいあの俺もね 8ヶ月当時かかりましたでそれでずっとやっていくんですけど今度5,000人ですね5,000人行くのに今度は1年と3 4ヶ月かかってんですよねでなんとか1万人乗るのにまあそれでもね1年11ヶ月かかったということでまあ1万人まで行けばねまああとはもう見てくれてる人がいるっていうモチベーションが出るので。 うん、そこからですねスッと行きましたけどこのね,ならないんですよね上げてもね見てくれてる人なんて全然いないやんけって思っちゃうとふてくされてやられなくなってしまうのでこのねある程度5,000ぐらいとかね1万ぐらいまで増えてきて見てくれてる人がいるっていう実感がね湧いてくれば面白くなって回りだすんだけど。 その面白さが見えるまではやっぱり苦労しますよね。はい、とまあですね、初めは本当に大変だったっていうまあ話でした。なのでね、あの今ね、チャンネル最近始めましたってまだ1000人行ってないけど頑張りますっていう人いると思うんですけども、はい、皆さん頑張ってください。はい、後半ですね、ちょっと改めてですね、このディズニーメチャンネルのこのコンセプトとかね、方針とかをね、改めて説明したいと思います。 まあね、この YouTube でねディズニーを始めた理由っていうのはまあ別の動画でも言ってますけども自分の好きなことを発信してみんなの役に立ちたいっていうねまあ、そこがそもそものやっぱり大原則でで、すねで。俺も昔ゲーム雑誌の編集やってましたのでゲーム雑誌も全く同じです。自分の好きなことを発信して、さんの役に立ちたいっていうねそういう気持ちを持ってずっとこれは やってます。前職の,そのゲーム雑誌それからニコニコドワンゴの時もそうです今のこの「リスニーメチャンネル」も同じで自分の好きなことを発信して皆さんの役に立ちちたいいいうそういうそ気持ちでやってます。はい、なのでこう、チャンネル登録者を増やすコツっていうのはねそれから逆算していくとね分かると思うんですけどもやっぱりねみんながね役に立った面白かったって思ってもらえる動画を作れば まあ当然チャンネル登録者数はまあ上がっていきますよね。それでいきなりね、面白い動画っていうのは作るのは多分大変だと思うので、やっぱね、まずはね、役に立つ動画っていうところを意識した方がいいと思います。あともう一個はね、すごいよくこんなことできるなーっていうようなことがないと、やっぱりね、登録してくれないと思うんですよね。うん、なんかね、誰でもできるようなことをやってると、こんなの俺でもできるよと思って、 別にねあの、チャンネル登録もしてくれないしまた見ようかって思わないじゃないですかいやーよくこんなことできるなーすげえわーって思ってもらうかもしくはあこの人の動画は役に立つなーこれは是非登録してね定期的に今後も見ないとなーっていうふうに思ってもらわないとやっぱこの2つがないとやっぱり登録者増やすことはやっぱりできませんよねはいそれで、ね、もうちょっと深掘りしていくとじゃあね 役に立つ動画っっててななんんんやねんってなると思うんですよねでそれはねディズニーにおいて役に立つ動画っていうのは結構答えは見えててディズニーにおいて役に立つ動画っていうのは自分が今度ねパークに行く時に参考ににななるなっていう動動画画は役に立つ動画ですよねまあそれはね自分に当てはめてみても明らかで自分がディズニー動画を見る時ってやっぱり参考になる役に立つもしくは参考になるネタをね あのやっぱり見に行く人も多いと思うんですよね。っていう風にそういう発想で作っていけばみんなに見てもらえる動画になると思います。でかつですねもう一個大事なのは旬ののネタっていうのもあるんですよね例えばじゃあクリスマスイベントが始まると。でクリスマスイベントっていうのは毎年11月上旬に始まるでしょ。そしたら11月の上旬ぐらいにそういうクリスマスの役に立つ動画が上がってるとこれめちゃめちゃ便利ですよね。 でこれがクリスマスのイベントの終わりかけにグッズ紹介とかフード紹介とかあってもちょっとこれ役に立たないですよね遅いんですよね要はなのでイベントが始まったらすぐ間髪入れずにグッズ紹介とかフード紹介ってやると役に立ったっていう人がいっぱいいますよねなので役に立つ動画をなるべく旬のうちに出すまあディズニーに関してはこれに限ると思います なのでそういうねユーザー心理ゲスト心理を考えて動画の方を作っていくと、まあ、これから始める人はね、まあ、伸びるんじゃないのかなと思いますのでよかったら参考にしてみてくださいはい今ですねパークの方は臨時休園してまして日本が今ねいや日本じゃなくて世界かもう世界全体が今ねとんでもないことになってるじゃないですか こんな時期、こんな大変な時だからこそ、このネットのエンターテインメントのこの YouTube を使ってですね、皆さんが笑顔になれるような企画をお届けできたらいいなと思ってます。パークの方は今ね、こんな状態なんですけども、はい、まだまだね、いろいろと新企画の方をね、考えていますので、まあ、ちょっとね、俺見てるとね、大人げないなーって感じるとこもあるかもしれませんけども、 はい。何卒今後も引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい。じゃあ改めまして、本当に今回5万人達成、本当に嬉しいです。皆さんのおかげです。ありがとうございます。じゃあ本当に本当に今後も引き続きよろしくお願いします。これじゃあね。バイバーイ。